今回の動画はモンソニアペニクリナムの受粉作業をお送りしたいと思います。この株は2021年の11月半ばくらいにウェアルートで購入しました。発根管理を始めてから葉が生い茂り、その後に花芽が出てきて現在では開花しています。動画を撮影しているのは2022年の3月13日です。なのでだいたい4ヶ月くらい経ってますね。だいたい1、2ヶ月目入るか入らないかくらいの時に葉っぱが出てきて、でその後葉っぱが生い茂って花芽が出てきて開花に至りました。ただ開花したのは画面右側の方だけで、しばらくの間は一株しか花が咲いていなかったので、今年は受粉は難しいかなと思っていましたが、左側の株がようやく咲いてくれました。なので2つの株で花が揃ったということで、受粉作業を行って種が取れるようにしていきたいと思います。それでは花粉を採取していきたいと思います。花を開いて花粉を採取しようと思いましたが、結構強めに花がキュッと閉まっていて、あまり無理して花粉を今の段階で取ろうとすると花が傷ついたり、もしくは花が落ちてしまったりするかもしれないので、あまり無理はしないようにしたいと思います。あと1日か2日待って、もうちょっと花が開いてから花粉を取りたいと思います。ちょうど右側の株のようにこっちの方は花が開いていて、花粉が簡単に取れるようになっています。このくらいまで開いたら花粉を採取して受粉作業をしたいと思います。
先日開花した2株目に1株目の花粉を受粉させたところ、雌しべがだんだんと太ってきました。だいたい受粉させてから1週間経つか経たないかくらいだと思うのですが、雌しべが太ってきて、さらにその太ってきた雌しべの根元のところにある塊も大きくなってきています。結実するとどのように成長していくのかというのを一度も見たことがないので、はっきりとはわからないのですが、これは結実しているのではないかと感じています。今日まで雌しべが伸びていく、あと根元が大きく膨らんでくるといった変化以外は特に大きな形状の変化というものはなかったんですが、家に帰ってきて見てみるとこんな感じでくるんと種が一つだけ変形していました。なかなかこの状態にならず、いつになったらあのくるんとした部分が出てくるのかなと思っていたんですが、大体20日くらいでこういう状態に移行していくということが分かりました。こうやってクローズアップするととても綺麗ですね。